私たちの体は小さな紐でできています。これは例えでもなければジョークでもありません。最新の物理学で自然現象を表すと、あらゆるものが紐でできているということになります。これに例外はありません。空気、光、電気、ニュートリノ、そして重力でさえも小さな紐でできています。宇宙の最小単位を紐で表す理論、これが原理論です。過去動画では原理論がどのように生まれたのか詳しく紹介しました。今回も原理論を紹介しますが、量子論の説明がメインとなるため直感的な理解は難しいかもしれません。たまに量子論警報を発動しますが、原理論についてできるだけ詳しく紹介します。現代科学において身の回りのあらゆるものは小さな粒子の集合体です。例えばスマホを細かく分解していくと分子になり原子になり、最終的にはそれ以上分解できない素粒子になります。これが素粒子の一覧です。左上の紫色に分類される素粒子はクォークです。陽子や中性子の材料になります。左下緑色はレプトンです。原子核の周囲を飛び交う電子、あるいは宇宙空間を飛び交うニュートリノです。オレンジ色の素粒子はそれぞれ素粒子同士に働く力を媒介します。媒介する力の種類が強い相互作用、弱い相互作用、電磁相互作用の3つです。例えば陽子、陽子には3粒のクォークが入っています。クォーク同士をつなぎ止めるには力が必要で、この力が強い相互作用です。そして強い相互作用はグルーオンが媒介することで実際に力を発揮し、クォークがつなぎ止められ陽子が完成します。同様に光子は電磁相互作用を媒介します。 Z、W ボソンは弱い相互作用を媒介します。そしてヒッグス粒子は素粒子に質量を与えます。図の左側、クォークとレプトンは物質を構成する素粒子です。よってこれらをまとめてフェルミ粒子と言います。それ以外右側の素粒子はボース粒子と言います。これら素粒子を使えば私たち身の回りも含めた宇宙ほぼ全ての自然現象が計算可能です。この理論が標準理論であり、現状標準理論は量子論を数学的に最も正確に記述しています。広大な宇宙を小さな領域から計算するという考え方は非常に斬新で、標準理論は革命的な理論なのですが、この理論にはある弱点があります。それは重力です。重力とはそもそも何でしょうか。アインシュタインは私たちの宇宙を時間空間の幾何学上の舞台であるとし、それを一つの公式でまとめました。一般相対性理論です。一般相対性理論が示す宇宙、その正体は時空です。時空は質量と相互作用しぐにゃっと歪みます。例えば地球の質量が時空を歪ませ、その歪みを私たちが重力として感じています。では重力を一般相対性理論ではなく量子論で説明するとどうなるのでしょうか。量子論で重力を素粒子として扱うならば、重力は力を媒介するタイプに分類され、名前は重力子となります。重力子というしっかり名前がついているものの、実は重力子を標準理論に組み込むことができません。重力子を標準理論に組み込もうとすると取り除くことができない無限が出現してしまいます。無限は計算不能を意味します。物理学において無限の出現は理論が間違った方向へ進んでいるという兆候なのです。また一般相対性理論と量子論の2つの理論はどちらも同じこの宇宙を表し、同じ宇宙を説明しているということは、2つの理論は統合し1つの理論にまとめることができるはずです。しかし実際にはそれが不可能です。なぜなら一般相対性理論は計算に絶対的な長さが必要であり、一方量子論は素粒子をサイズのない点で表現するからです。そう、同じ宇宙を表す2つの理論は相性が悪いのです。科学者たちは同じ宇宙を説明する2つの理論を統合する方法を考えました。統合するにあたり最大の障壁は素粒子のサイズがゼロであるという点です。そこで科学者は宇宙の最小単位を点ではなく体積のない線で記述する方法を考案しました。それが原理論です。
原理論の考え方は非常に単純です。素粒子はそのサイズを知る方法がありません。よって素粒子を計算するためにサイズをゼロと取り決めていました。一方原理論では小さな素粒子を拡大して観察して見てみると、実は小さな紐でできていると考えます。そう、サイズゼロの素粒子に対し紐はちゃんと長さがあります。サイズがある紐ですが、紐はあまりにも小さいため拡大しなければ素粒子に見えると考えることで紐理論が成立しています。紐は2種類あります。開いている紐と輪ゴムのように閉じている紐です。開いた紐と閉じた紐のどちらも張力があり振動することができます。例えば光子は開いた紐です。重力子は閉じた紐で記述できます。このように原理論は素粒子を紐の形状と振動で表します。素粒子を紐で記述するという考え方はとても画期的でした。理由は特異点にあります。従来の理論ではブラックホールを説明すると中心には特異点が現れてしまいます。同様に宇宙誕生の瞬間も特異点が出現してしまいます。特異点とは要するに計算不能な点のことであり、無限が出てきてしまいます。先ほど紹介した通り、無限の出現は理論が間違った方向に進んでいる一つのサインです。一方、原理論がブラックホール中心や宇宙誕生の瞬間を記述すると輪ゴムのようにつながったリングで表現することができます。そう、原理論を使えばブラックホール中心や宇宙誕生初期を計算できるようになるのです。そしてもちろん原理論は標準理論の素粒子も計算できます。原理論は従来の素粒子に加え重力も説明できることから、宇宙すべての現象を説明する究極の理論だと注目を浴びました。しかし原理論には3つの根本的な問題がありました。1つ目、原理論は力を媒介する素粒子、ボース粒子だけを記述します。クォークやレプトンのフェルミ粒子は記述していません。要するに原理論では物質を計算することができません。2つ目、タキオンという素粒子の出現。タキオンは質量そのものが虚数、要するに負の質量を持つ不思議な粒子です。タキオンは実在しませんが、理論的には光よりも速いスピードで移動する粒子です。理論的に存在するタキオンは相対性理論の因果律に違反し、数学的な問題もあるため、原理論に出現したタキオンは取り除く必要があります。3つ目は次元です。私たち宇宙の正体は時空であり、3次元の空間と1次元の時間で記述されます。一方原理論は計算に26次元を要求します。そう、原理論は4次元であるこの宇宙を記述していません。よって余剰次元は取り除く必要があります。科学者たちはこの3つの問題に取り組みました。そして問題解決のために考案されたのが超弦理論です。超弦理論は原理論で問題となったタキオンの存在を取り除くことに成功しました。またこれまで含めることができなかったフェルミ粒子を理論に加え、ボース粒子、フェルミ粒子のどちらも計算できるようになりました。原理論の2つの問題を一気に解決した超弦理論。ではどのように2つの問題を一気に解決し超弦理論が生まれたのでしょうか。問題を解決したのが超対称性です。超対称性とは言葉から想像する通り、対称、非対称のそのままの意味があります。例えば円は円の中心を通る線で2つに折ると完全に重なります。これが対称です。物理学も同様で、私たち宇宙のあらゆる自然現象は対称性が存在します。宇宙を記述する2つの理論を例に見てみます。ここから直感的に理解することは難しく、ちょっとややこしいので量子論刑法発動です。宇宙を説明する2つの理論の対称性。1、一般相対性理論。宇宙を空っぽの時空だと考えます。こうすることで重力や電磁波の相互作用を無視できます。空っぽの宇宙空間でボールを投げると、ボールはまっすぐ等速で進んでいきます。これは宇宙のどこでも同じです。1光年先の宇宙ではボールを投げたら右に曲がる、ボールを投げたら反転して戻ってくるということはありません。宇宙空間のどこでボールを投げてもボールの挙動は全く同じです。
時空はどこでも同じ物理法則に従い、どこに平行移動しても対称性があるのです。これを空間平身とも言います。他にも時間平身、空間回転、遮影対称などがあり、これらまとめて時空対称性とも言います。量子論。量子論は宇宙を場と場に満たされた素粒子で表します。場は常にエネルギーを持った波が振動し、波は干渉して打ち消されることで真空になります。一方、波の振動が乱れ、干渉し、より大きな波が現れたとき、それが素粒子として出現します。このように素粒子の源は場であり、一つ一つの素粒子、それぞれに対応した場が存在します。量子論の対称性は素粒子に対応した場のそれぞれの中だけに存在しています。これを局所的な対称性と言います。ここまでをまとめると、宇宙は2つの理論で説明可能で、2つの理論それぞれには対称性が存在しています。宇宙の対称性について、2人の物理学者がある原則を示しました。物理学者の名前がシドニー・コールマンとジェフリー・マンデュラです。彼らは宇宙に存在する対称性は時空の対称性と量子化された場の局所的な対称性だけであり、それ以外の対称性は存在しないことを証明しました。これをコールマン・マンデュラの定理と言います。コールマン・マンデュラの定理は、宇宙には先ほど紹介した対称性だけが存在し、それ以外の対称性を明確に禁止しています。1971年、二人の物理学者がコールマン・マンデュラの定理の抜け穴を発見します。オーストラリアの理論物理学者、ジュリアス・ウェスト、イタリアの理論物理学者、ブルーノ・ズミーノです。彼らはコールマン・マンデュラの定理に違反することなく、宇宙にもう一つの対称性を追加する手法を編み出したのです。この対称性が超対称性です。では実際に従来の対称性に加え、どんな対称性が追加されたのでしょうか。もう少し量子論系法が続きます。二乗すると0になる特殊な数があります。これをグラスマン数と言います。グラスマン数は実在する数字ではなく、単なる数学的なツールです。よって直感的に理解するのは難しいですが、あえて表現するならこうなります。私たち宇宙の空間は2つのコピーに分割できます。1つは数字の座標で表すことができる空間、もう1つがグラスマン数の座標で表す空間です。わかりやすいように、数字の座標で表す空間を通常の空間、グラスマン数で記述する空間を超空間と呼びます。素粒子のうち、光子などの力を媒介するものが防素粒子であり、防素粒子は数字で計算します。数字で計算することから、防素粒子は通常の空間に存在します。逆に物質を構成する粒子、フェルミ粒子はグラスマン数で記述するため超空間に存在すると言えます。通常の空間と超空間は宇宙の空間をコピーし、2つに分割したものなので、それぞれは対をなしています。要するに、通常の空間の素粒子にはそれに対応する超空間の粒子が、超空間の粒子にはそれに対応する通常の空間の粒子が存在します。このようにそれぞれの素粒子が通常の空間と超空間との間で完全に対応していることから対称性と言います。これがコールマン・マンデュラの定理に違反することなく新たに追加された対称性、そう、超対称性というわけです。通常の空間と超空間に存在する素粒子を見てみます。通常の素粒子に対し、対となったもう片側の素粒子を超対称性粒子と言います。これら全ての素粒子には対応する超対称性粒子が存在します。例えばボソンは超対称性粒子がボシーノ、フォトンがフォティーノ、W ボソンがウィーノ、Z ボソンがゼーノ、グルーオンがグルイーノ、ヒックス粒子がヒグシーノ、重力子グラビトンがグラビティーノです。どこかイタリアの雰囲気を感じますが、元の名前に小さいを意味する INO をつけたものが防素粒子の超対称性粒子の呼び名となっています。フェルミ粒子の対称性粒子は、はじめにスカラーを意味する S をつけ、電子、エレクトロンがセレクトロン、
ニュートリノがスニュートリノ、クォークがスクォークなどとなります。超対称性粒子が存在すると言われてもなかなか実感が湧きません。それも当然で、現状標準理論すべての素粒子は加速器で人工的に生成し存在を確認済みである一方、超対称性粒子はたったの一つも生成することができていない、あるいは存在を確認したことがないためです。存在が一切確認できていないにもかかわらず、超対称性粒子の存在が示唆されるのは存在を予見する重要なデータがあるためです。3つの相互作用です。宇宙を説明する標準理論では、素粒子間に働く3つの力が存在します。強い相互作用、弱い相互作用、電磁相互作用です。これら3つの力はそれぞれ全く別の種類の力ですが、宇宙誕生初期超高温の世界では3つの力は1つに融合していました。熱い宇宙が冷えたことで現在の3つの力に分離したのです。これを逆に考えれば、高エネルギー状態を作り出せば3つの力は融合し再び1つの力になるはずです。実際に人類は弱い相互作用と電磁相互作用が高温状態で融合することを実験的に確認しました。残る1つの力を融合するにはさらに高エネルギーを作ることが必要であり、現在の技術ではそのような高エネルギー状態を我々人類は再現できていません。一方、さまざまな実験データから高温状態を予測すると3つの力は一点で融合せずずれてしまうことが判明します。これは標準理論の問題の一つでもあります。一方、標準理論にここで紹介した超対称性粒子を加えると3つの力は驚くほどきれいに1つの点に集約します。これは偶然の一致とは考えづらく、超対称性粒子の存在を予見する重要な根拠の一つになっています。超弦理論はこれまで組み込めなかったフェルミ粒子を追加し、相対性理論に違反するタキオンを取り除けるという画期的な理論となりました。しかしまだ問題が残っています。それが次元の問題。弦理論は宇宙を説明するために26次元を要求しました。超弦理論では次元数を大幅に減らすことができましたが、それでも宇宙を説明するのに10次元が必要です。そう、6次元が余剰次元としてまだ残っているのです。これを言い換えるなら、もし6次元を取り除くことができれば、重力を含めた宇宙すべてを説明する究極の理論が完成します。世界中の科学者たちは余剰となる6次元を取り除くことに全力を注ぎました。しかし誰一人として成功しませんでした。超弦理論は6次元が取り除けないという問題が残ったままの理論ですが、理論として極めて正確な解を導くことができるという点に魅力があります。よって一部の科学者は別の手法で6次元の問題に取り組みました。それは一般的に我々が考えているような宇宙が4次元であり6次元が余剰だというものではなく、実は宇宙が10次元であり6次元は私たちが実感できないだけだと考える手法です。例えばホース、近くから見ればそれは表面を持った2次元の構造ですが、遠くから見れば1次元の線に見えます。超弦理論の余剰次元も同様に、6次元はあまりにも小さく見ることができないだけだと考えることができます。この考え方は時空次元の変更であり、物理学においてコンパクト化と言います。もちろんこの考え方が正しいかどうかは判明していません。余剰次元の問題を解決し超弦理論が正しいとした場合でも新たな問題が生まれます。余剰次元の存在は余剰次元それぞれで振動する弦に起因する大量の未発見粒子が出現します。また余剰次元をコンパクト化する手法は様々あるため、コンパクト化それぞれに対応する余剰次元ごとの粒子が存在します。要するに潜在的な粒子の数はまさに無数に存在していることになります。そう、超弦理論は無数の様々な物理法則を持つ別の宇宙を予言し、私たちの宇宙は特定のパラメータを持つ超弦理論が示した宇宙だということになります。
もし超弦理論が正しいのなら、なぜ私たちの宇宙は無数のパラメーターの中から今の宇宙を記述するパラメーターになったのかという問題が残ります。また超弦理論が正しいのか、それとも間違っているのかを実験的に確かめる方法は理論上存在しないとも言われています。正しいことを実験的に確かめる方法がないかもしれない不思議な超弦理論ですが、それでも多くの科学者が研究を続けています。なぜなら超弦理論を研究するということは量子論と重力の統合、要するにブラックホールの中身を知ることができる可能性、数学発展の可能性、さらには量子論自体やダークマター、ダークエネルギーの解明の可能性を秘めているためです。そして実際に5つのタイプが存在する超弦理論を1次元を加えることでよりシンプルにまとめる M 理論が提唱されています。このように最新の物理学では複雑な理論によって宇宙が説明されています。そして現状、これらの理論が宇宙を最も正確に表している理論とされています。最新物理学、最新科学は直感的な理解が難しいことから、理論に反対する人、否定する人が一定数存在します。さらには実は現代の科学が間違っていて、科学者は間違いを認めたくないがために複雑な理論を次々に組み立てているという陰謀論的な考えに至っている人も存在します。しかしこれらの考えには大きな誤りがあります。なぜなら研究者たちは自らが作り上げた理論が間違っているということ、それ自体を恐れていないからです。もし本当に現代の理論が間違っているならば、正しい理論が別に存在し、間違いの発見が新しい理論を生み出すきっかけになるためです。現代の科学が間違っているということが本当に実証されるなら、それこそが現代の科学発展へとつながります。問題は科学否定論者の多くは非科学的な根拠を利用し、それがあたかも科学的であるかのように語り、周囲の人を巻き込むという点にあります。これは科学の発展につながらず、むしろ科学をマイナス成長させる要因になります。科学は理論構築と、その理論を実験的に証明することでより確かなものへと成長してきました。同様に構築した理論が間違いであることを実験的に証明することでも科学は成長してきました。今後も多くの理論がぶつかり、さまざまな実験によって理論が証明されたり否定されたりすることで、私たちの好奇心を満たし、生活が劇的に変わっていくはずです。もっと科学を詳しく知りたい、その気持ちはどんどん大きくなっていきます。